菅原龍之介選手、どうぞ。これがあの漫画館、ご存知ですか？僕の実家の近くなんですよ。あ、実家の近くの漫画館で、これが漫画館の写真で、これが小学校6年生の川開き祭りの小敵隊の時の写真になります。ちなみに石巻で好きな場所とかありますか？思い出がある場所。まあよく行ってたのは元気の湯ですかね。あの山本の湯、昔の今元気の湯になってますけど、まあ、よくお風呂好きなので行ってました。はい、はい、ありがとうございます。元気に頑張ってください。マスクちょっと外してもらいます。あ、ごめんね。いわゆるイケメンでございますので、顔の名前を覚えて帰っていただければなというふうに思います。暑くても元気に過ごす方法は。まさか、我慢して生きろ。クロス。クロス帰るよ。出身として地元を盛り上げられるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。皆さんもすごい元気で、本当に自分が元気をたくさんもらったので、地元出身としてもっともっと活躍したいなと強く感じました。すごいユーモアある方がたくさんいて、すごい楽しく、活動できました。ゲームがめちゃくちゃ悔しかったです。なんか僕いい例結構得意なんですけど、なんか負けたのが本当に試合で負けたくらい悔しかったです。そうですね、やっぱり地元のたくさんの方々がこうやって応援してくれてるっていうのをすごい実感できたので、その期待に応えられる結果を残して活躍したいと思います。